あれ肉屋さんはサーロインって売れるやろって名前俗名で付けただけです。そんなレベル。でもサーロインプロっていうイメージがあるのならサーロインやってっていう。そういやその小田原とあの肉屋さんとか見てるとその牛の部位を。